株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大、ロッテ 7-15 ソフトバンク25日、ZOZO マリンスタジアムソフトバンクは大正締め。株式会社 AI によるデモ音声です。工藤監督のラストゲームを白星で飾った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。試合後には、左翼席、右翼席にも全員で挨拶。これはデモ音声です。ベンチ前へ戻ると、孫正義オーナーが、雨の中待ち構え、特大の花束を指揮官に手渡した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。両者、共に頭を下げながら言葉を交わし、7年間の労をねぎらった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。この光景には、見守った選手、ファンからも大きな拍手。株式会社 AI によるデモ音声です。7年間で5度日本一に導いた指揮官は、笑顔でグラウンドを後に。